じゃあ進化の女王播磨美希さんです。こんにちは。はい、髪肌作り、本当もうとにかくもう肌もファッションも皆さん完璧なんですけど、やっぱりお肌が綺麗だとメイクとかも楽しめるとかですね。ね、ビフォーアフターも見せていただいたんですけど、はい、本当全然違う、もう本当にもうね、違う、生まれ変わるってこういうことなんだなって思うほど、ね、変化があるので、ね、だからそれはもうじゃケアから一番その変わったなというか変えたなということはやっぱり毎日のケア方法ですか？そうですね、こちらの手入れ方法を教えていただいて、髪肌っと結構寝不足で乾燥気味だったんですけれども、はい、あと細かいシワが結構あったりしたんですけど、そこをきれいに洗顔から、はい、泡でしっかり洗うとか、そういうのを教えていただいて、でちゃんと基本に忠実な方法でやるとすぐお肌が変わって、はいはい、すぐ変わります。そうですね、すごい力入れて綺麗になりたいです。そうそう、力がそのあまりブラシが水に立ってて、そうですよね、そうさすが綺麗になる、ね、あまり力づけでやってたらシワになっちゃったって。そうそう、ちぎり面シワがね、いっぱいできてたんですけど、それで泡でそこに洗う、変わって、ツヤも、そうするとメイクがね、そうですよね。はい、ありがとうございました。